燃える恋作品129は、ヨーゼフ・シュトラウスが作曲したポルカマズルカ。灼熱の恋とも、演奏時間はおよそ5分。パブルフスク駅でのコンサートを題材とした、絵画1856年、ヨハン・シュトラウス2世は、ロシア帝国の鉄道会社と契約を結び、毎年夏になると、パブルフスクの駅舎で演奏会を催すようになった。 1862年4月、ヨハン2世は7回目となるパブルフスク訪問をしたが、8月頃に、ウィーンのシュトラウス一家のもとに、ヨハン2世が現地で体調を崩したという知らせが届いた。そのため、ヨハン2世の弟、ヨーゼフ・シュトラウスが病身となった兄の代理を果たすために、ロシアに急行することになった。ロシアでヨーゼフは兄に面会したが、 ヨハン2世に病気らしい様子は見られず、兄はその4日後に突然ウィーンへの帰路に着いた。そしてヨハン2世はウィーンに戻ると直ちに恋人ヘンリエッテ・チャルベツキーとの結婚の準備に取り掛かった。8月6日、ヨーゼフは妻カロリーネに兄は医師や教授らすべての人を担いだのですと手紙をしたためている。兄がウィーンに帰ったとなるとヨーゼフは いやおうなしにそのまま代理として、ロシアにとどまらざるを得ない。こうして1862年のシーズンの残りは、ヨーゼフが兄の代理として、パブロフスク駅舎での仕事を引き継ぐことになった。最愛の妻、カロリーネ・ウィーンに残して、ヨーゼフは夏のシーズンを一人きりで過ごさなければならなくなった。この、燃える恋は、まさにその1862年に、 ロシアの地で作曲されたものである。で、ブレネンダ・リーベ、燃える恋という題名について、一般的に言われるのは、ウィーンに残してきた愛する妻、カロリーネのことを思い、離れ離れになってしまった切なさや深い愛情を表現したという説である。しかし、他にも、ヨハン2世が突然結婚に踏み切ったことを指しているという説もある。また、 弟のエドアルト・シュトラウス一世も当時マリア・クレンカールトとの恋に夢中であり、翌1863年1月8日に結婚している。現代のブレネンダ・リーベとはシンクの花を咲かせる洗脳のことでもあるが、当時のヨーゼフの周囲はまさに燃えるような恋の花盛りであった。この曲についての確かな情報は、1862年11月9日に、 ウィーンのシュペールで初演されたということのみである。楽譜にシュマーツバルと書かれていることから、おそらく妻との別離の苦しみを表したとする説が正しいと考えられている。ウィーンフィルニューイヤーコンサートへの登場は以下の通りである。ありがとうございます。